なるほどです。ジェニー、何を読んでるでござるか？ジャパニーズヒストリーブックです。これでジャパンのこと学ぶです。But、まだ侍が出てきません。日本のヒストリーは長いでござるからな。そういうことならエミリーも一緒に勉強するでござる。チャース！ What's happened？ 白石殿に緑川殿、どうしたです？ふふん、二人にお知らせがあってきたんだ。お知らせでござるか？前言ってたルーズソックス先輩なんだけど、なんと今関わってるアニメの制作現場に招待してくれるって。 Oh my god！ それはすごいでござる。 But 邪魔しちゃ悪いので辞退するです。マジで？どったの？喜んでくれると思ったのに。喜んでるし感謝もしてるでござる。でもこの前特撮の撮影現場に見学に行ったのです。ものづくりをする人は真剣そのものでござる。そこで邪魔したら悪いと気づいたのでござるよ。ああ、そういう感じだったら逆にいいんじゃない？どういうことでござるか？招待なんだけど、ちょっと事情があってね。作ってるアニメってのがジェットレースが題材らしくて、指導用に真夏たちを撮りたいらしいんだよね。そうそう、しかもクレジットにも載せてくれるって。すごいでござる。一生の自慢になるでござるよ。それで何をすればいいですか？こっちの方で録画しとくから、走る姿を撮影させてほしいんだよね。つまり、うちらとジェットレースで試合すればいいってこと。一日の終わりを迎えようとするこの街ですが、まだ終わらない！まだ終われない！コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい爪で攻める姿勢が必要。
手裏剣を食らうでござる。どうでござる。キラーン。いけるでござるよ。うちらまた負けちゃったけどね。いいじゃん、今回は勝ち負け関係ないし。そうでござる。少しでもルーズソックス先生の役に立てれば嬉しいでござる。じゃ、動画を持ってアニメの制作会社に行こっか。アニメの制作現場、壮絶でござったな。特撮の時と同じです。
みんな忙しそうに作業してたです。エミリーたちが好きなものは熱意と努力で支えられているのでござる。白石殿、緑川殿、本当にサンキューです。何何急に。エミリーたちは忍者になるために日本に来たのでござる。マジ？そうだったの？でも表のクールな部分だけをルッキングしてたです。忍者になるのなら地道な努力が必要でござる。イエス、チリも積もれば山となるです。二頭を追う者は一頭も得ずでござる。うん、なんかよくわかんないけどね。上がったんだったらよかったじゃん。だね。これにて一件落着。トゥデイもベア